静谷学校資料館建物広報にあるのは宿直室など、静谷学校資料館は岡山県美前市静谷にある歴史的建造物及び展示施設。2001年に国の登録有形文化財に登録された。江川三郎八によって設計された。私立静谷校の本館として1905年に静谷学校の学防跡地に建設された。 国宝に指定されている静谷学校行動から徒歩数分の距離に位置している。設計は江川三郎8。私立静谷校は大正8年4月には中学静谷校と改称され、1921年4月には県立となり、岡山県静谷中学校となった。1948年、学生改革により、岡山県静谷中学校は、 県立岡山県静谷高等学校となる。翌1949年には岡山県立和け高等学校と統合をされ、同校の静谷校舎となった。1964年4月、学校の統合と合理化のために静谷校舎が閉鎖され、1965年からは岡山県青少年教育センター、静谷学校として利用される。 1991年岡山県青少年教育センター静谷学校が他の場所に移転すると建物内部が静谷学校の資料館として使用されている。明治時代の木造型建築の特徴をよく残した建築物とされる。木造2階建てで南北両端に階段を配置して中央に装飾的な円弧状の片杖をあしらった玄関口を置く。 全体として、この字型に建物が建築されている。屋根は寄せ棟作りさん瓦原武器。1階には装飾を施した筋貝が使われている。基礎は花崗岩を使用した布基礎であり、その上にレンガ石の土台を設けている。倉庫部分の腰板は縦はめ板張り、窓脇の壁は下見板張りとし、内方以上は筋貝入りの新壁となっている。 一から二階の境には、銅蛇腹を回している。本館の他に、行道、特別教室棟が建設されていたが、それらは解体されており、現存していない。内部は、元教室を利用して、七つの資料室が設置されている。それぞれの資料室の展示内容は、静谷学校の創設と、遠隔、池田光正と、津田栄正、静谷学校の教育、性病と、 着祭、静谷学校の文化財、岡山藩学校の教育、学生半布後の静谷学校となっている。ありがとうございます。